皆様こんにちは。変なアングルからなんですけども、今回はパッキング動画をしていきたいと思います。今回のパッキング動画なんですけども、いつもパッキングしたものを見せながらやってるんですけども、今回はこの通りまだ何も用意できていません。ルシルが入ってるぐらいですね。はい。なんでいつもはこうできたものをお見せしてるんですけども、今回は用意しながら一緒にパッキングしていきたいと思います。はい。今回お誕生日の時の旅行で海に入ったので、ゴーグルは出してあったのでゴーグルですね。あと浮き輪、シュノーケリングしたいので、あ、今回の行き先はグアムになります。2泊3日の弾丸のグアムになります。で、シュノーケルがしたいので、こう知らないところでね、シュノーケルするのちょっと怖いので、浮き輪は一応持っていきます。これは 2,3 年前ぐらいのスライの浮き輪です。こちらユニクロの UV パーカーです。落ち着いた。本当紫外線は怖いので、紫外線対策はしっかりしていきたいと思います。これは日差しの強いところで常に羽織るようにしたいと思います。一見ちょっとどいてくれる。あー痛い。あと帽子をどっちか持っていこうと思います。ごめんな。紫外線対策で帽子をどちらか持っていこうと思います。これはもうかぶっていきます。で、1個持っていこうと思ってた洋服がこんな感じのH&M で5000円ぐらいで購入したワンピースなんですけども、一度も今年着ることがなく終わってしまいそうなので、はい、グアムで着ようかなと思ってこれだけは持っていきます。とりあえず洋服はこれと UV パーカーだけは持っていくんですけども、他の洋服はもうちょっとギリギリまで考えようかと思います。2泊3日なんで、正直こんな大きいキャリーで行かなくてもいいかなっていう気はするんですけども、まあ、海なのでこうバスタオルだったり浮き輪だったりゴーグルだったり、ちょっとやっぱり持っていくものが多くなるかなと思って、お土産も入れたいし大きいキャリーにしました。で、基本的にビーチにいると思うので、バスタオルなんですけども、もうお見せするのも恥ずかしいんですけど、旅行の海の時は捨ててかれるような古いバスタオルを持っていきます。このバスタオルは一人暮らしの時に実家から持って行って、なんでもう実家でも使ってたから、でも10年以上もっと前の、もうガサガサになってしまっていたので、今は使ってなくて押し入れの方に直してたんですけど、もうこういうもうガサガサで使わないタオルを旅行の時に海に持って行って、そのまま現地でありがとうって感じで捨てて帰ります。気持ちよさそうに寝てるな。気持ちよさそうに寝てます。そして海行った時は必ず着てます、ラッシュガード。これはずっと使ってるラッシュガードになります。海に入る時は必ずこれを着ています。で、水着なんですけども、もう今年も去年も買ってなくて、もうどっちみち水着を見せることなくラッシュガードを着ているので、なるべく持っている水着の中でベーシックで着やすいものを選びました。まずはこれかな。洋服の下に着たりすると思うので、こう普通に響かないような水着、これも本当に響きにくいようなキースヘディングの水着をこういうビニールバッグに入れて持っていこうと思います。ほら、海グッズだけでもうこっちが結構いっぱいになってきてるんで、夏はかさばりますよね。あと旅行の時なんですけど、バスタオルにかかわらず下着、パンツとか下着ももうボロボロで捨てようかなって思っているものをなるべく持って行って現地で捨てて帰ります。ユニクロのブラキャミ、正式名なんて言うんでしょうね、このパッド付きのキャミ、これはもうめっちゃ愛用してます。肩こりしないからもうめっちゃ楽でいいです。南国で汗かく時もそのブラで気持ち悪い感じがないので持っていきます。そして今回シャンプーリンスはこの間のアジエンス巡りサロン体験でいただいたものを持っていこうと思います。そしてもうボロボロになってきて汚いんですけども、前にも紹介しているファラさんとスライのコラボのメイクポーチが大容量で入ってこれを持っていきます。あと南国に絶対必須の日焼け止めは今年も相変わらずアネッサを使っています。今年はこれが2本目になります。今年アネッサリニューアルして汗をかくとさらにまた効果が出るような感じで新しくリニューアルしていて、はい、今年もアネッサがいいかなと思って使っています。はい、ここまででこんな感じですね。
体勢変わりました、コロンとしています。あと化粧水だったり洗顔だったりはこの中に全部入ってます。昔の L の付録のクロエのポーチです。めっちゃ可愛いですよね。そしてコンタクト、コンタクト乾くのであんまり好きじゃなくて、だけどこのコンタクトはすっごい薄くて、ほんとつけてる感じがしなくって、今までつけた中で一番いいです。お仕事の時とか旅行とか、ちゃんとこう物を見たい時だけつけてます。あと IKEA のジップロックに綿棒とコットンと、このダイソーのこの間購入品で紹介した私が好きなパフトを入れていきます。そして機内とか乾燥すると思うのでマスク。あと化粧品ピックして言うと、化粧下地はベネフィットのポアフェッショナルと、資生堂のマキアージュの皮脂崩れ防止の崩れにくいツートップを持っていきます。あとすごい日焼けすると思うので、水分がすごい失われると思うので、このリピートしたハトムギ化粧水を詰め替えて持っていこうと思います。ただ詰め替えるボトルを買わないとないので、はい、急いで買いに行こうと思います。そしてスキンケアはこの間 DIY したシアバターとホーバーオイルのアイクリーム持っていこうかなと思います。どうなんだろう、すごい暑いと溶けちゃうのかな。日本の夏だと全然大丈夫なんですけど、アイクリームだけじゃなくてこの全身すごい保湿されるので一応持っていこうと思います。そしてパックはこんな感じで持っていこうかなと思ってます。簡単に紹介すると、この贅沢ジュレシートマスク、これもうたっぷり潤うのでめちゃめちゃいいですよね。あと焼けると思うので、私の綺麗抜きのハトムギマスク、ハトムギなんてあるんですね。これは視聴者さんからいただきました、ありがとうございます。台湾購入品で紹介したパック、ブラウンのパックと、これこれバストケアのパックです。これは結構前にいただいたんですけど、まあ使うことないので使ってなかったんですが、まあ海で日焼けすると思うので、ステップ1、ステップ2、ステップ3とあって、ステップ1で古い角質が出てきたらシャワーで流してパックをして、最後にステップ3でクリームを塗るみたいな3ステップケアになってます。まあ、使うか分かんないけど、日焼けした時ぐらいにしか使わないと思うので、まあ持っていこうと思います。そして日焼け対策にサングラスを2つ持ってきます。この縁がゴールドになってるタイプとマットになっているタイプ、一つ息にかけていって、念のためにハードケースに入れて一つ持っていきます。そしてこの年になると本当に紫外線が怖くなってきて、せっかくのバカンスなんで合わないんですけど、日傘を一応持っていこうと思います。これは白、ちょっと白すぎますよね。なんかライティングが難しくて、いつもと違うアングルなんで。これは今年箱を買った時にノベルティとしていただいた日傘です。ちょっともう紫外線怖すぎるので、この日傘も持っていこうと思います。そしてこちら、こちらはタイで買ったクールパウダーです。暑い国タイ、バンコクでは結構主流のパウダーなんですけども、結局この夏使わってないので、ここぞとばかりにグアムで使おうと思ってパウダー持っていきます。塗るとスースーします。そして服が決まってないからわからないんですけど、バッグはこのタイに持って行ったこのバッグを持っていこうかなと思ってます。あと結構水着とか荷物が入るような、これもタイに持って行ったこういうバッグ持っていこうかな。でちょっと最近携帯よくなくすので、まあ注意しろよって話なんですけど、前もビーチでなくしたので、こういうショルダー掛けの iPhone ケースを持っていこうかなと思ってます。あと私使ってるカメラがめちゃめちゃ大きいので、カメラケースは毎回大きいけど旅行に持って行ってます。ビログ撮らないんだったらいいんですけど、せっかくだったらビログに残した方が皆さんとも共有できるし、自分たちの思い出にもなるので、このカメラを持っていくから、この大きいバッグも持っていきます。お土産が入らなかった時用に、このバッグとこっちのロデオのバッグを入れていこうと思います。ファスナーで閉まるのですごい便利です。あとは洋服が決まったら、この圧縮袋に入れてパッキングしたら多分 OK です。なんかいつも旅行の時って何着ようってすごい楽しみなんですけど、今回なんかもう気分が結構秋モード、結構最近はもう秋の洋服を買ってたりとか、秋のメイクをしたりとかしているので、そんなに南国に行って着たいみたいな洋服もなくて、一番最初に紹介したこの着てなかった服ぐらいで、まあそれはまた
ビログの方を作ると思うのでそちらで見ていただければと思います。グアムはもう8年ぶりぐらい、かなり久々なんですけども、本当初めて行った海外もグアムで、すごい思い出深い場所ではあるんですけども、今回も2泊3日で弾丸で行くんですけども、グアムの便が早朝便っていうのがなくて、いつも台湾とか香港とかそっち行くときは早朝便みたいなので行ってるんですけど、早朝便がなくて、早くても10時とかそういった時間帯の便しかなかったんですよ。なんで本当その3日間の1日目と3日目はほとんど時間がないです。なんで中日の真ん中で遊ぶしかないっていう感じだと思います。こうやってパッキングやってみて思ったけど、南国のパッキングはしたことあるけど、こう海に行く時のパッキングって初めてしたなって思いました。使い捨てのタオル持っていくとか、いつも用意してから撮るんですけども、今回用意しながら撮ってみて、忘れ物めっちゃしてそう、まあこんな感じでいつもと違う感じで撮ってみました。はい、前回の動画はこちらです。まだ見てない方はぜひ見てください。それでは最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。